こちらの施設は陸前高田市コミュニティホールになります。こちらの施設は2015年の3月に完成しまして、今年5月11日から施設の方をオープンしております。建設にあたりましては、シンガポールの皆さんからの多大なご支援をいただきまして、完成することができました。それではただいまから、施設の方をご案内させていただきたいと思います。では、こちらの施設ですけれども、向かって正面がですね、エントランスホールになっております。設計にあたりましては、丹下都市建築設計事務所さんが、担当していただきまして、この中にもですね、こちらの壁なんかは、地元の有名な気仙大工さんといったもののその技術の継承といったものをここの壁の方に表したりですね、あとさまざまなところに木が使われているんですけれども、柱もそうなんですけれども、これは陸前高田市の木、杉を使いまして、市の郷土素材を使ってということで陸前高田市をイメージした形になっております。はい、こちらのホールはシンガポールホールになります。最大収容人員が380名になります。でこちらの利用の形態なんですけれども、会議であるとか講演会であったり、また親子での映画の上映会であったりと、さまざまな形で今、使われているような状況にあります。こちらは集会室、和室になります。広さは50畳になります。使われ方としましては、日本茶のお茶会であったりとか、それから日本舞踊の練習だったりと。そうですね、まだまだこれからもさまざまな施設建てていかなきゃならないんですが、本当にまあどうしても皆さんが集まってですね、さまざま会話したり、活動したりという場が必要だったものですから、そういった意味では本当に、皆さん待望の施設になっているのかなというふうに思っています。はい、ほとんど再起不能みたいになってた状態だったんですよね。それが一つの考え方だったんですね。再開しようという決断、1週間かかったんですけど、再開するかどうかという、その時に考えたのは、もう死ぬ時に振り返った時、悔いがなかったと言い切れたら最高の人生じゃないかなと思いましたね。やっぱり先が見えなくて、そのお金が果たして、借金であるわけですからね、払うことができるかって、今でもそうですけれどもね、それでもやっぱりその生きてることに悔いを残したくなかったという。すぐ会社でも放射能検査の機械を買いまして、やはりその安全なものを届けるっていうことが一番大事なことですからね、それで検査をしながら供給したという、そういう点では安全だというふうに感じましたね。私はとにかくその、図面を書いて、とにかく再建の準備をということでやってきましたね。その頃は本当にいつ寝て起きたか分かんないという状態ですね。日本酒っていうのはどういうシチュエーションの時にも、例えば嬉しい時でも
悲しい時でもそういうふうな形で飲まれる。それに対してそのつきもののこう飲み物というふうなことで日本酒というのがあるというふうに私らは理解してますけど、前の工場は津波により全壊ということで機械、建物、商品、在庫の減収すべて流されました。社員の方は7人亡くなりましたです。希望も何もないっていうよりも、まあ、全部流されたんで考えること自体になかったような気がしますけど、もう水泉っていうふうなのがなくなってしまったっていうふうな形で考えてしまった時に、この市場に対しての酒の供給っていうのは日本の国内の酒造メーカーだけでも十分間に合うっていうことがあったんですよね。だからそうすると水泉がここにいる意味っていうのがないだろう、ないっていうよりもそれでも十分酒のことは間に合ったんですけど、水泉がまあそうやって地元の人たちに水泉と言っていただけることに対して水泉がここにいる意味があるっていうことをその時初めて分かったということですね。だからやらなきゃなんないっていうそういう形になったということだと思います。そのためにここの場所に来ました。でここの場所に来た時にいわゆる水の供給であるとかそういうふうな形をこう徹底できるようにそういうような形で考えています。被災したとするならねということで、だからもうそういうことはないようにしたなとは思いますけど、今考えてるのはたくさん助けてもらったり励ましてもらったりしたので、どのようにその恩返しというか元気な姿をこう見せていくかっていう年数ですか。20年です。まあ何もかもなくなってしまったので、まあもうおしまいだなって、また酒を作るっていうのは無理だと思いました。特にその今まで関われなかった子どもたちと、まあ、我々はアルコールの会社なので今までは未成年の方と一緒にこう何かするっていうことはなかったんですね。でも今ならできることっていうのがあるはずなので、例えば一緒に田植えをして米作りをしたりとか、いろんなこういう仕事の姿勢を子どもたちに見せていくとか、いろんなことをその子どもたちのと一緒にこうやっていきたいです。一回経験した人間はもう地震が来ればああいう恐ろしいことは想像できるので、まあなんだろう、すぐ逃げれる準備はできると思うんですね。でこの世代がどんどん変わっていって、また、そういう怖い経験を忘れていった時に、まあ、とにかくこう我々は伝えて、地震が来たらすぐ逃げなさいということを、なんて言うんだろう、まあ、今だと写真だったり映像だったりあるので、津波は恐ろしいものなんだよっていうのを伝えていければいいかなと思います。来る来ると聞いてたけど、その時まで津波のこと考えてなかったね、私たちは。で津波は約40分後だから、まあそうしてる間にみんな津波が来るんだったってこう高台さ上がっていったわけ、みんなこう。で私は最後までまだいたんだけどね、これは大変だとは思ったんだけども、もうしっちゃかめっちゃかっていうんだこの辺ね、要するにもうドアは吹っ飛ぶ、それから遮断層はちゃんとつけてたんだけども中のものがみんな外へ落ちちゃう。一応ね何かそういう人たちにはやっぱりね、みんな大体同じような災害に遭ってる人たちだね。自分たちで一応流されてるし、たまたま助かっただけだけども、あと旦那さん亡くして子供亡くした人もいるのね。まあそういったあれはなるだけ談話室によっておじゃっ子の目っていう俗に言うね、それでもって、まあ、みんなでその災害の時の話し合ったりしながら、まああとあまり今度は亡くなったことに触れないようにしながら、まあ
新しい家をしょうがないからね、新しい家を建てる間の、まあ、仮住まいだと思っています。今年の9月頃までに引っ越ししようかなと思っています。今新築中です。村上千代志君の実家のすぐ近くの方に今建ってるんですけどね、そこにね。